情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ツイッターのトレンドにね、雇用保険っていう出てたんで、なんだろうと思ったら、また増税フラグまた来たっていう感じです。キッシーがですね、ガセコイ、もう何なんだろうねこれ。大盤振る舞いの後大増税する気じゃね、それほんと経済にマイナスなんでやめてほしいんですけど、土の子新聞にねこんな記事がありましたんでご紹介させていただきます。雇用保険料を 0.6% 程度引き上げ検討、会社員の負担増厚労省ということで、って感じですね。労使で折半してね、失業に備えてかける雇用保険っていうのがあるんですけれども、そのうち失業等給付ね、これについてですね、現在 0.2% の保険料率を 0.6% 程度に引き上げる方向で調整入ったと。来年の4月からやるって言ってんですよ。これもしやるとね、月給30万円のサラリーマンの場合、月900円の保険料が1500円に増えると。600円も増えてしまう。毎月ですからね。毎月ですよ。だから1年間でね、結構な金額になるでしょ ?600 円だったらね。7200円ぐらい。1年間で。もう飲み会1回分ぐらいなくなっちゃうということです。流行り病の感染拡大で、雇用調整助成金がね、結構出ましたんで、それで財政が逼迫してるっていうことなんですけど、そもそもこの雇用調整助成金を出すための資金のプールが、もともとね、埋蔵金みたいな感じで金余ってたっていうことはね、皆さんもうちょっと忘れてるんじゃないかと思うんですよ。本来ね、この手のは保険ですよね。雇用保険だから保険じゃないですか。保険というのは保険数理というのがありましてですね、そういうのに従って数学的な計算で割り出されるわけですよ。アクチュアリーというね、ご職業ご存知かどうか知りませんけど、保険会社には数学すごい得意な人がいてね、アクチュアリーっていう仕事に就くんですよ。私ね、留学してる時にね、友達でお母さんが日本人でお父さんがインド人って人がいたんですけど、そこは同級生は女の子だったんですけど、兄貴がいてですね、兄貴はね確かねコロンビア大学の数学科かなんかに行ってて、保険会社のアクチュアリーからなんか働かないってバイトしないみたいな声がってなみたいな、昔ね高校生の頃そんな話聞いたんで私知ってたんですけど、保険会社のそのアクチュアリーさんがですね、いろんなこう微分方程式を解いて大体これぐらいって決めるんですよ。ところが雇用保険の場合ね、一応アクチュアリーさんがそうやって計算して決めた金額なんですけど、状況変わると調整しなきゃいけないんですよ。わかります？例えば今年金が問題になってますけど、年金もあれ保険ですから、長生き保険ですから、状況変わるとあれもね計算し直して保険料とか給付の仕組みとか見直ししないとダメなんですよ。思いのほか日本人が長生きしてしまったんで、今その当初やってた保険数理の計算から少し調整が必要ですねっていう話になってるんですけど、この雇用保険も全く同じなんですね。バブル崩壊以降失業率が高い状態で計算した雇用保険料ありますよね。これ失業率が下がってきたら当然ですね、それ取りすぎだから、だってほら失業リスク下がるわけだからさ、当然計算根拠変わるわけじゃないですか。パラメーターが変化するわけですよ。西浦さんパラメーターの調整失敗して42万人死ぬからね、撤退できなくて困ってますけれども、そんなような話で雇用保険についてもですね、やっぱり失業率とかが変わってくるとですね、パラメーター変わるわけですから、当然ですね保険料も変わってくると。ところがですね、このね保険料が変わらなきゃいけないのに変えなかったんですよ。これ2009年の時点でですね、高橋洋一先生が告発されてるんですけれども、保険数理でね、本来だったら例えばアベノミクスなんかがね始まると失業率が下がると、下がってるってことは保険の失業給付が下がっているということなのに、アベノミクスが行われた後ね、3年間雇用保険料が一定だったと、これはおかしいというふうに高橋先生言ってます。2009年にも同じような告発をされてまして、小泉内閣の後ですね、リーマンショックが始まった後ですけれども、小泉内閣の時に実は結構失業率下がってですね、同じことが起こったんですけど、やっぱり雇用保険料ぼったくりで、その時点でこの雇用調整助成金などをねプールしている基金がですね4兆円ぐらいのですね埋蔵金を持ってるっていうことも高橋先生言ってたんですよね。同じことはアベノミクス始まってからも起こってると。保険料率が一定で失業給付が下がったらお金が余ってしょうがないということで、それやってたらですね、このアベノミクス始まった後も 5,6 兆円積み上がっちゃったということをご指摘されております。今までその積み上がったやつが今回ね雇用調整助成金でバーンと出てしまいましたと、足らないので保険料上げさせてくださいって言うんですけど、ちょっと待ってください。今まで積み上がってた金自体がそもそもぼったくり保険料で集めたお金ですよねと。え、また積み上げるんですかと。おかしくないですかと。これいわゆる付加方式みたいなもんで、今払ってるそのプールの中から一定の確率で失業する人にこう出しておくわけでしょ。将来の保険料と将来の失業給付がバランスするようにやるのが、これがまあ保険数理の基本じゃないですか。だとするとこれ本当にこれでいいのと。なんか失業率とかわざと高止まりするみたいな、そういう変なパラメーター入れて計算し直してねみたいな話ですよね。ぶっちゃけこんな基金なんてゼロでいいわけでしょ。将来のだって給付とさ、将来の保険料がバランスすればいいだけの話で、今それがないと払えないとかじゃないのよ。これよくね年金の時とかもやるからくりなんですけど、誰とは言いませんけど、某グロちゃんね、グロちゃんことモグロさんあたりかな、これ言ってるんですよ、本人も書いてるからね。グロ和正さんなんかよくやるんですけど、年金の基金あるじゃないですか。年金の基金と将来の給付をね対比して、もうこんなに払わなきゃいけない
の今これしかないとか言ってるんですけど、これ違いますからね。将来の給付とバランスするのは将来の保険料ですから。将来これぐらい保険料が払われる、まだもらってないけどねと、この見込みと将来払う年金、これがバランスするっていうことで成り立つわけでしょ。同じことはこれ失業保険にも成り立つわけですよね。今それを積み上げて将来に備えますっていうのはこれすげえ変な議論なんですよ。なんでまたぼったくりしなきゃいけないのみたいな話ね。国の機関でこういうのすごく多いんです。 NHK なんかもそうですよね。 NHK も基金すげえ積み上げてますけど、それ何に使うのって言ったら放送センター建て替えますって言うんですよ。ちょっと待てと、将来放送センター使う人っていうのはこれから生まれてくる人でしょと。なのになんでそれを使わない古い世代から金取るのよと。俺らから金取ってもそのセンター使えないからこの金返してよって話なんです。公共機関ですから、NHK だって。公共放送でしょ？だから、将来その公共放送を利用する受益者が負担する。そのためには、債務ですよ。債務を使いましょうよ。NHK は金を借りて、それを返済するんです。将来の受信料で。これで将来の人が応分負担するわけでしょ？で、同じようなことがですね、失業保険でも言えるはずで、これぼったくりのね、保険の基金が、ぼったくりの積み上がった基金がなくなったんで、もう一回積ませてくださいって話は、どう考えればこれおかしいと思うんですけど、誰か突っ込むやついないんですかね？また高橋先生あたりが突っ込んでくれると思うんですけど、これね、どう考えてもおかしいし、なんで 0.6% 上げなきゃいけないのかっていう説明がですね、ちゃんとなされないと、我々納税者としてもね、勤労者としても、ちょっとこれは納得ができないかなというふうに思っております。ということで、ちょっと保険数理の問題ね、複雑なんで、こうやって煙に巻くんですよ。基金がなくなったら大変だと、将来に配れないって言うんですけど、いやいや、将来はその基金から配るんじゃねえから、将来の保険料から払うんだよっていう話です。これ年金と全く同じ話が成立するなと思って取り上げてみました。まあ来年4月からね、600円も余計に取られるんですか？給料30万の人前ね、給料もっともらってる人もっと取られるっていう感じなんですけど、なんで釈然としないですね。岸増税フラグ上げすぎだよ。これやったら55兆円のさ、せっかく頑張った大盤振る舞いもこんなに増税フラグ上げたら将来取られるんじゃないかってことで、みんなまた貯金しちゃうぜ岸な。お前それ今自分で自分の首絞めてるからな。お前な、思いっきりやってみろって言ったけど、これがお前の思いっきりかって感じですよ。もう佐山悟さんに蹴られてこいというところでね、岸ちょっと危ねえな来年参院選な、こんなことやったらな、ちょっと気をつけた方がいい。周りにいる人ちゃんと言ってあげた方がいいと思いますよ。ということで、別にね、我々はもう受け皿ありますからね、国民民主党とか維新とかね、まあ立憲民主党もどうでもいいんでありますので、この時はお給据えられちゃうのかな、ちょっと嫌な予感がしております。ということで、今日の内容面白いなと思った人は高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。